まあ勇気出すことって大事だと思うんですよ。勇気出すことって大事だと思うんですよ。大事というか、うるさいな。勇気出すことって、いいと思うんですよ。なんでいいかって言ったら、誰でもできるというか、どんな人もできるというか、そこが奇跡だなって思うんです。はい。例えば、海外旅行行くとか、英語話すとか、高級マンション住むとか、それってお金の制約とか、あとは英語できないといけないだとか、いろいろなんか、あるけどサッカー選手だとか、いろいろ、それってできる人できない人がいるかもしれないけど、勇気出すとか、まあ昨日の自分より良くするとか、ね、実際よくできるから別としてね、よくするように努めるとか、なんか、うるさいなこっちも。まあ、そういうのって、誰もができることだと思ってて、どんな環境でも、どんな人でも、どんな年齢でも、どんな状況の人でもできるのが勇気出すとか、勇気出そうと思っても出せない時もあるかもしれないけど、なんかね、出そうと努める、まあだからそのそういうのって誰でもできることやから、なんかそういう感じで、なんかもっと目先の自分ができることにもうちゃんとやっていくみたいな、淡々と、なんかやっていくっていうのはすごいいいんじゃないかなって思いますよね。素晴らしいと思うんです。勇気出すとかは本当に旗から見たらちっぽけかもしれないけど、これが自分にとって勇気出してるんだってことでもいいと思うし、それは誰かが決めることじゃなくて自分が決めることだと思うから、そんな感じで、ちょっと勇気出してみるとかは、だから自分は何もできないなとか思う人もいると思うけど、勇気出すとかは何もできない人でもできることやから、その結果がどうなるとか、それを旗から見てどうなるかとかは、それは人それぞれ違ったりとか、時には誰かが優劣つけたりとかするかもしれないけど、そんなんは関係なくて、自分なりにこれが勇気出してるんだ、これが頑張ってるんだとか、これが、ね、昨日より良くする今日なんだっていう感じで生きることは尊いし、誰が何と言おうと尊いし、だからそれはそういうことを大事にしていきたいなって俺は自分で思うし、そういうのをまあ思っただけでも、まあ、もったいないんでね、こうやって話したらいいんじゃないかなみたいな感じで話してるっていう、そんな感じの朝ですよね。だから朝最近起きれないんですけど、今日起きれてとかね、そういうことって逆にね、夜更かしできない人が夜更かししてみるとか何でもいいけど、そうやってなんか生活を変えてみるとか、そういうのも誰でもできること、何がいい悪いとかはそれぞれやから、夜行性が良かったりとかね、朝がいいとかそれぞれあるから、なんかそうやって自分の人生をアレンジしていくこともそれ誰もができることで、お金がなくてもできることやし、能力がなくてもできることやし、お金とか能力とか全部幻想なんですよ。幻想というかね、しょうもなくて、本当はそういうことを、そういうことはお金とか何もなくてもできることで、そういうのを大切にしたらいいんじゃないかなって思います。していきたいなって思います。大事にお金とかいろんなものに惑わされがちやけど、惑わされそうになるけど、まあ、そういう時こそそういうものを見つめて、そこにね、尊さというか、だから誰かと比べて、あの人はお金たくさん持ってていいなだとか、あの人は能力あっていいなとか思ったりすることは、それはあってしゃあないけど、本当はそうじゃなくて、そうやって比べるものじゃなくて、自分の中にある、その自分しかできないこと、それぞれが人間みんなあって、てか、それぞれが人生を良くしていこうとか、それぞれがなんか考えながら生きてて、それでしかなくて、そこには優劣なんかなくて、だから大丈夫なんですよ。っていう感じの話。だから大丈夫なんですよ。本当に。大丈夫やし、大丈夫と思いながら生きたらいいと思うし、はい。そんな感じですよね。まあ、ちょっと朝早く起きたんで、ちょっともう眠たいんですけど、まあ今日は、昼寝とかせずに、頑張っていこうかな、みたいな思ってます。はい、人生ね。それがすごいんですよ。それが、で、大丈夫なんですよ、別に。だから、そんな感じの話でした。はい。